はい、こんにちは、まめと申します。デスゲーム実況プレイ続きやっていきたいと思います。ということでね、病原菌が病原菌だったっけ、体内にね、体内で繁殖されているので、早く LGP2 という抗生剤を打ってあげないと私らはね死んじゃうということなんですけど、なんか体がそわそわするな。まあ気のせいだろう。ということで、弥生ちゃんがね2階でね失踪したっていうことなので、見つけに行きたいと思います。非常時にね、いろんなことが重なりますね。ということで、南側の部屋で失踪したということなので、こっちから順々に入っていったらいいかな。寝室 J。 はい怖い、すぐ死ぬと、なんかトラップがいろいろあるそうなので、いろんな本が並んでいる。特に面白そうな本はないか。はい。服が収納されている。お、この T シャツかっこいいな。持っていけ。なんか今何も入ってない。もう誰もいないんだからね。1枚2枚ね、取っていったってバレないよ。あ、ここ、見えない力で動けない。めっちゃ花がある。綺麗な花だ。それだけかーい。はい。ベッドは何もないよな。どこやねん。弥生ちゃん。弥生の身の安全、弥生の身の安全が優先だ。先にそっちを回ろうと。ごめんなさい。じゃあこっち側をずっと行けばいいのね。明らかに怪しいよね。なんだこの壁についてるフックみたいなものは。おい、シンジ、もしかしたらトラップかもしれない。気をつけろよ。そうだな、一応何が起こってもいいように警戒しておくか。なんだ、どうした。とりあえず周りには仕掛けはなさそうだ。よし、フックに触れてみるぞ。うわ、びっくりしたな。勝手に閉まったぞ。どうやらこのフックは下に引くと床に穴が開くらしい。フックは自動で上に戻るから勝手に 床の穴が閉まる。へえ、よく考えられた仕掛けだな。まさき、よく見てみる。さっき3階で拾った結構重めのこのリングをフックにかけるぞ。そうすればフックは降りたままになるはずだ。よし、開いたぞ。これで落ちる心配はなくなったわけだ。その声はまさきくんとしんじくん？弥生か？そうだよ、この穴に落ちてしまって。弥生、怪我は、どこか怪我はないか？大丈夫、なんともないわ。でもこの穴少し深いみたいで登ることができないの。たくやくんと一緒に2階を調べていたときに、どこかの部屋の棚に、棚の横にロープが置いてあったわ。確か寝室 A から D のどれかよ。結構長くて丈夫なロープだったから、それがあれば上に上がれると思うの。わかった、俺たちはロープを取りに行く。すぐに戻ってくるからおとなしくしているんだぞ。早く戻ってきてね。はい、ということでロープを探しに行きます。これピューンって落ちることはないか。ロープを見つけた。今探してる。まだまだ、ごめんなさい。A から D って言ってたね。上の方か。A から D。広いな。これは ?ABC、C。あんじゃん。ロープだ。これで弥生を助けられる。ロープを手に入れた。他に調べなくていい？あ、棚の中にカードが入ってるぞ。持っていこう。やったー、調べてよかった。苦悶式。特に本は、そうね。もうカードがあるだけで他は何もないよね。よし。綺麗な花だ。枯れないのかな？こんな無人なんだけど。では、弥生ちゃんを助けに、行ってきたいと思います。ここだっけ？はい。あ、あったあった。はい。え？あれ？あれ？使う系？弥生、ロープ持ってきたぞ。今助けるからな。うん。え？降りろと。降りろと。はい。では降ります。暗っ！真っ暗で何も見えない。まさきくん、どこにいるの？あ、待って待って待って。懐中電灯、お前。はい。ああ。すげえな、部屋全部が明るくなったぞ。大丈夫だったか、弥生。暗闇で一人ぼっちだったから、すごく怖かったよ。
弥生せっかく見つけたところで悪いんだが、急ぎの話があるんだ。実は拓也に感染症状が出て倒れてしまったんだ。え、拓也君がそれでどうしたの？急いで薬を飲ませないとならないんだが、1階で見つけた LGP2 の棚には鍵がかかっているんだ。一緒に鍵のありかを探してくれないか？実はさっきね、その穴の真上にあるフックに鍵がかけられていて、その鍵を取ろうとしてこの部屋に落ちたの。なんとこの鍵に LGP2 の棚って書いてあるの。はあ、本当か。さすが弥生だ。じゃあこの鍵はまさきくんに預けるね。小さな鍵を手に入れた。とにかく急ごう。拓也の症状が心配だ。ああ、LGP2 を手に入れて、早く1階の応接室に行こう。弥生が仲間に加わったということで。じゃあ、あれ?どうした、まさき。懐中電灯が故障してしまった。電池切れじゃないのか？いや、電球が焼け焦げている。まあ、いいじゃない。私も助かったし、もう必要ないよ。それもそうだな。ここに置いていこう。はい。一応この部屋も調べるか。本棚はさすがにないかな。でもカードが挟まってたりとか、ないかな。ない。ない。ない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 。一応棚も調べていこう。ここに服を収納するみたいだが何も入っていないと。引き出しの中調べたが何も見つからなかった。よし、じゃあこれで、体に痛みがある。どこか悪いのか。いや、明らかに最近だろ。どこか悪いのかじゃなくて、明らかに最近だろ。悪さしとるんだ、お前の体内で。ということで、どこだったっけ ?LGP2。ここだったかな。あ、ぽいぽいぽい。ぽい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 。違った。あれ、ここじゃなかったっけ。あったあったあった。よし、鍵が開いた。せっかく見つけたのに LGP2 の瓶が3つしかない。どうしたもんか。しょうがない。とりあえず応接室に持っていってみんなで話し合おう。LGP2 を手に入れたと。はい。え？メリル草が生えている。薬の材料になるかもしれないもん。てか、マジで？いやー、お前すごいな。いっぱい持っていこう。いっぱい持っていこう。これ以上材料に使える部分はない。花もやっぱり調べていくべきなんだ。ということで、応接室に入って、すみません。セーブしすぎだな。ちょっと、デスゲームだからね、怖いんだよ。はい、タクヤくん。弥生か。見つかってよかった。タクヤ大丈夫か？ LGP2 を手に入れてきたぞ。よかった。まだ生きている。なんとか間に合ったようだ。しかし LGP2 は、3つしかない。問題はどうするかだな。瓶には何も書いていないぞ。まさき、時間がない。飲み方はお前が決めろ。俺はお前を信じる。私もまさきくんに任せるわ。ちょっと待って。少しだけ、3つを4人で分けたのも、自分はいらない3人で飲む。ちょっと時間、あまり時間がないわ。急いで。ちょっと待って。確か、ヒント、カードを使用すると、ヒントが聞けるんじゃない？そういえばさっき IC カード A を手に入れたの。使ってみようか。はい。IC カードを確認しました。ほら、薬についての情報。LGP2 とは何か。有害な病原菌ウイルスであり、体内に入ると病原菌が増殖を繰り返し、放っておけば30分ほどで死に至るでしょう。もしも助かり、たければ死に至る5分前までに、はい、LGP2 を正しく飲むことです。屋敷に入ってすぐ応接室の前で出た煙がそうです。皆さん確認していただけたでしょうか。あ、飲み方も書いてる。 LGP2 の正しい飲み方について。この薬は原液で飲むと非常に強い毒素を持っております。1分もすれば死に至る非常に危険な薬です。危ねえな。しかし飲み方は簡単。調理室のテーブルの上にある容器に水を半分入れて、LGP2 を3滴ほど垂らせば出来上がりです。これで2人分の量。。LGP2 を飲む前に確認しておいてよかったな。確か容器が調理室にあったと思う。あそこなら水も汲めるし、薬も作れる。さあ、早速行こう。ということで、調理室に行って、LGP2 の、元気、水に溶かしていきたいと思います。はい。これかな？はい。
この容器を使えば水が汲めるぞ。3つしかないが気にしなくてもいいだろう。容器を持ってきますか。はい、容器を手に入れたと。だって2人分だもんね。水を入れて、早速薬を作ろう。こういうのはシンジが得意そうだな。いいだろう、俺が作る。少し待っていてくれ。一緒志望ですか、将来。よし、できた。 LGP2 の薬を手に入れたと。これでじゃあいいんじゃない。毒解毒できるんじゃないか。もう初めから初っ端から危ないな、このゲーム。はい、ということで、まず真っ先に、まずはタクヤに飲ませよう。毒味だね。タクヤ飲めるか。まずきはタクヤに LGP2 薬を飲ませた。それじゃあ俺たちも飲むぞ。残り3人は残りの LGP2 を飲み干した。タクヤはこのまま寝かせておこう。俺たちだって体調がいいわけじゃない。しばらく薬が効くまで部屋の隅で休もう。そうだな。それにいろいろありすぎて少し疲れた気がするな。しばらく休息だ。はい、休憩休憩と。え、嘘、え、う、体が、え、なんで、薬飲んだよ。え、ゲームオーバー。嘘でしょ。しっかり飲んだのに、どうやら飲むのが遅すぎたみたいだ。え、これ時間制限あるの？ちょ、マジで。ということは、初めからやり直ししてきます。カット。はい。頑張って、飲みました。急いで。どうだ？いいか？あ、よかった！それにしてもですね。ひどいんです。LGP2 の棚があったじゃないですか。あそこに真っ先に行ったら、ないんですよ。あれ、ランダムみたいで、他のところになってました。LGP2 が置いてるところが。で、その後、2階に行って、ロープのある部屋で、ロープがあった部屋で、カードを取ったじゃないですか。カードもなくて、あれもランダムで、他の部屋を探しまくって見つけないんですもん。初めから鬼畜満載、どうしよう。最後までいけるかな。どうだ調子は。もう動いても平気みたいだ。ありがとう。よかったね、タクヤくん。私も大丈夫だよ。シンジくんはどう？俺も大丈夫だ。もうこの屋敷の探検は十分だろう。こんな危険な目に遭うのも嫌だし、帰らないか。そうね。なんとか助かったからよかったものの、さすがに懲りたわ。そうだな。デスゲームなんて10年前の話だから、とっくに終わったと思っていたんだがな。危険を犯してまでこの屋敷に留まる理由はないし、帰ろう。そうだな。全員地で帰宅だな。はい。もう、帰るべ、帰るべ、ほんとこんな危なっかしい屋敷。いやー。はい、バイチ。よし、帰るぞ。え？まさかこの扉。どう見ても、そのまさかのようだ。うわー、この扉、表からしか開けられないようになってる。やられたな。不用意に入るもんじゃないな。ってことは出口が見つかるまでこの屋敷を回るってことかよ。いやだー。ちょっと、あまりでかい声で騒がないよ。こっちまで怖くなるじゃない。確かに気持ちはわかるがな。しかし、ついにタクヤのお得意のビビりが始まったな。ちょっと待て、今回はみんな死にかけたんだぞ。俺だ、誰だってビビるさ。まあまあ落ち着けよ。出られないものはしょうがないんだ。みんなで探せば出口なんてすぐに見つかるさ。まさきは単純でいいな。確かに単純でお気楽だ。だが言葉の中に何か勇気づけられるようなものを感じる。へへ、こういう時はどんな時でも全ていい方向に考えるのが一番なのさ。もちろん俺の言葉に何の根拠もないけどな。まさきくんの言う通りかもしれないわね。みんなで協力して出口を探しましょう。4人揃えば何があったって大丈夫よ。そうだな、先に進もう。ああ、よし、決まりだ。屋敷内を探しまくろうぜ。はい、ということで、探しまくろうぜ。とりあえずじゃあ、あ、ダッシュできたからこのハーブちゃんたち持っていってないわ。どうなるんだろうね、この薬っていうか草たち持ってってたら。
とりあえず1階は特に何もなかったと思うので、2階の寝室を上から順々に調べていきたいと思います。いや、ここは豆見たからもうないかな。こっちの部屋から順々にカードを探していったんですよ。なので、次のここにカードがあったんだよ。もう本当に、あ、花調べた、なんかあった、あ、ないなかった、あ、何もない、あ、本調べられない、いろんな本が並んでいる、特に面白そうな本はない。なんかすごいここ豪華だね。じゃ次の部屋、ダブルが2つ、本棚あんま調べなくていいかな、本棚はなんか良さそうだね、こういう棚だけで。なんかこれ怪しいよね、どれか動かせるんじゃないとか思ってみたけど、そんなことはなかった。はい、何もなかった何もなかった、はい、ベッドの下、何もなかった。では隣いけない。じゃ次は下の通路行っていきましょう。こっち側は客室ないのかな。あー、なんか出てきた。そうなんですよ、シフト8秒間だっけ、何秒間か押しっぱなしにしとくとあれが出てくるから、ジグザグ走法でとりあえず部屋をくまなく調べる。お、Tシャツかっこいい、なんかびっくりした、なんか見つけたかと思っただろう。ああ、ここもある、ピンクのお部屋、あ、なんか紙がある。貼り紙、数字が書かれている。あー、これってこれ覚えないけない、覚えないけない、あ、マジですか、どうしよう、ちょ、手元に紙がない、どうよ。いろんな雑貨がある、特に必要なものはないなと。はいはいはい、引き出しの中を調べても何も見つからなかった。服を収納する、中には何も入ってないと。どうしよう、ちょっと待って、これメモりたいな。OK! メモりました。ではではでは。これあれだよね、コンピューターに入力する数字だよね。でも8桁は、ね、なんか、罠もあるみたいに言ってたから、セーブしてやればいいか。とりあえず見つけたものは全部、片っ端から入れていこう。はい。ここはなんかちょっとシックな感じの、科学の本のようだ、折り目が入ってるページがあるぞ。はい、へえ、何これ、パス00、え、どういうこと、わかんない、まだでも謎解き来てないから、え、中に木箱のようなものがある。木箱の中に何か入っているようだが、開けるところがない。とりあえず持っていこう。木箱を手に入れた。あ、これは燃やす系なのかな。中に何が入ってるか。え、中には何も、え、中には何も入ってない?ああ、こっちを調べたんだね。はい。びっくりした。じゃあ、うわぁ、さっきの、謎解き、え?悪い予感がする？マジで？マジで？お前そういうの。あー、明らかにこれ悪い予感だね。いろんな本が並んでいる、特に面白そうなものはないなと。はい。明らかにやばい。なんだこの絵は。額縁が逆さになってる。絵を見ますか？はい。9091。逆さだから、ね、1606かな。ちょっと書き込んどくか。
1606。はい、壁にボタンがあるぞ。絶対これやばいよな。まあいいや、押してみよう。なんかガス臭いぞ。逃げる。あー、やめちゃやめちゃ、涙がなくされてる。ちょっとボタン、はい、あー押されてる。ちょっと、これ死ぬんじゃない。早く、マジで、あー苦しい、もう早く、これまで。やっぱり、やっぱりだと思った。はい、いや、じゃあゲームオーバーになったところで今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。